館へお尋ねいただき、ご登録にご乗車いただきまして、誠にありがとうございます。爽やかな秋晴れとなりました。この出張分、でも少しずつね、紅葉も進んでおります。見頃は11月中旬頃となっております。さてこのロープウェイですが、昭和33年3月に運行が始まり、今年61年目を迎えました。車内のゴンドラ、30メートル乗りの小さなゴンドラ、そよ風号とさちかけ号でスタートいたしました。現在のゴンドラが4台目のゴンドラでございます。乗車券は60名様、トップの全長781メートル、山上駅と諸社駅を約4分で結んでおります。また2台のゴンドラが上下になっております。まもなくしますと進行方向向かって左側でもう1台のゴンドラと繰り広げます。あ、すいません。続いて姫路市の北西部に位置します、この諸社場は古くから祈りの山として歴史を伝えてまいりました。頂上にございます諸社場円行寺は、今から約1050年前、西暦966年平安中期、上空承認によって開かれたお寺に伝わります。比叡山延暦寺、鳥取県の大仙寺とはともに天台宗三大道場の一つ。お客様をお迎えしております。では間もなく支柱を通過いたします。ロープの角度が変わります。前方眼下には人口53万4千人の姫路の町が広がります。町の向こう側、白く霞んで分かりにくいですが、瀬戸内海の広がるところでございます。従いまして、もっと空気が澄んでおります。晴れた日には進行方向を向かって正面一番奥には淡路島や、右斜め向こうに四国までご覧いただける。